了解、用意スタート。よろしくお願いします。もう気が狂った変態クソ投稿者による龍が如く維新極みの実況パート48始まるよ。行くぞ。視聴者の皆様、無難聴とヨーグルトとキメションのみが体の養分だぜ。よーいスタート。というわけでいきなりですが、江戸幕府第15代将軍の慶喜とのバトル始まるよ。しかしいきなり踊らされた後、相手は酒を飲み春画で3回男汁を出してきた。目の前でこんなことされた慶喜の心境やいかに。お前精神状態おかしいよ。この綺麗な顔もめちゃくちゃしてやるぜ。じっとしてないとそのお前の自慢の顔が傷ついちゃうからね。視聴者の皆様、俺誰だか分かる？お前さ、暇様の一言もないのかい。覚悟決めろ。今日でお前倍罪だ。しかし鶏マスクの変態による遅く襲撃され、熊にも襲撃されたのに歴史書に載ってないですね。もしかするとこんなこと書いても誰も信じないだろうなと歴史の闇に葬ったのかな。嘘つかんでいいよ。嘘とかじゃないです、本当ですよ。これなら拉致が開かないな。え、うん、うわー、なんで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 。大丈夫か。指揮所、吉信がこんな技持ってただなんて本当に大誤算です。てか、そんな技あったなら戊辰戦争でもビームで投げ払って無双とかできたんじゃないのと思ったらダメですかね。天正本烈。すごいことになってるんだよ。ああもうめちゃくちゃだよ。お互いにビームを打ち合う戦い、確かにこんなの歴史書でビームの打ち合いになってたなんて記載があったら、後世の歴史研究家の人たちが頭抱えて悶絶しかねませんね。あそこ行きますよ。死んだんじゃないの。待ってください、まだ生きているんです。徳川様、逃げちゃダメですよ。うわっちなこれ。おちんちんがムズムズするんじゃないか。最後の一発決めてやるよ。ほら、フェイト KO ウェン。はじめ、自称29歳。なわけねえだろ。え、視聴者の皆様、これが生のチンポバトル。貴様、うわっちなこれ。バッテリーのか熱くないのか、なんか言ってみろよ。舞台の極め。やる気あんのか。あなたを切ったところで徳川は滅びない。生き返れ、生き返れ。頭をすげ替えて存続するだけだ今。ビルダー拓也。それを倒すために勤皇派が戦争の準備を始めている。バディ戦争。薩長同盟のことを言っているのか。そのことはご存知なんですね。あっち。当たり前だ。衰えたとはいえ徳川の密偵は至る所に潜り込んでいる。それがどうした今。その薩長と英国のグラバーって武器商人とをつなぐある男がいます。そいつは最新式の武器を船で運び、薩長を倒幕に焚き付けている。おそらく薩長の開戦準備は上様が考えているよりも進んでいます。明日からもういつ火の手が上がってもおかしくはない。バカな連中だ。今日本人同士で争っている場合じゃない。だがお前も薩長の一味なのか。え、俺は頭悪そうなん。日本人同士の戦争を避ける案を申し上げに参っただけです。戦争を避ける策。みんな殺すんだよ。人類も全て死に絶えるがいい。お前精神状態おかしいよ。サービス精神はかなり旺盛な方。お前のことが好きだったんだ。お前のんけか。こんな状況でも勃起してやがる。こら、何勃起する。
これが。上様、こんな賊の言うことを聞く必要などありませんぞ。お前は引っ込んでろ。聞かなければこの男に切られるだけだ。もちろんお前も。そんな。ドルチェウフォだ。こっち見てる。お前が見てんねん。おう、こっちは済んだね、はじめちゃん。息が荒いけど、どうした？こっちももうすぐ済む。早く。早くしろよ。ほら、早くしろ。大勢、奉還？どういうことだ？この俺に、徳川300年の幕を引けというのか？チューマン？それを決めることができるのはあなただけです。ここでの返事はご無用。あなたがそれを読んだ時点で俺たちの用事はもう済みました。じゃあ俺ギャラもらって帰るから。いくらだったよ。3000円。安いな。おい、帰って何でもするか。結局オナニーが。一、有罪の苦行職を及び天下の人材を顧問に備え感謝を賜い、よろしく従来有名無実の官を除くべきこと。何の話だ。この国の階級社会を潰せばどんな混乱が起きると思う。やはり大勢でクソまみれ。もう顔中クソまみれや。混乱するのは今まで階級社会にあぐらをかいてきたほんの一握りの連中だけです。あ、そうだな。なるほど、確かにそうかもしれんな。上様。こら、何動きせ。なりませんぞ、そんなことは。どうか冷静なご判断を。興奮してたまらないぜ。その方、名を何と申す。土佐藩士、坂本龍馬。自称29歳。予約以外の問い合わせは Q&A からお願いします。坂本龍馬。お金で買ってみようかしら。なあ、はじめちゃん、わしらもしかしてどうらいことやったんとちゃうか。本当に今更。さあな、ただこれで例の坂本龍馬が動き出すはずだ。動くと当たらないだろ。8月16日水曜日。いちごケーキが食いてんだよ。まさか徳川が政権を返上するとはな。こうなると桂と西郷も倒幕戦争を引き起こすだけの口実がない。だったら殺せばいいじゃねえかよ。少し面倒なことになったな。大政奉還の裏にいたのは新選組と例の斎藤はじめ。自称29歳。やはり坂本龍馬は二人もいらないな。そうは思わんか、坂本さん。シャンパンに14キロの砂糖水を溶かし、タクヤのアナルに流し込む。まあいい。薩長にはあんたが流してきたイギリスの武器で軍備を整えさせてきた。幕府にその気がなくても戦争の火種をつけてやることは簡単だ。やはり新選組を使う時が来たな。それからサーフ系ボディビルダー拓也。やめてきてくれ。なんで？いらないですよ。桂小五郎と西郷吉之助による薩長同盟、幕府打倒へと大きく歴史を動かそうとしていた。え？何の話だ？どういうことだ？その裏にはもう一人の坂本龍馬が暗躍し、日本中を戦火に包み倒幕戦争の引き金に指をかける。近藤勇は言う。クソだらけでやろうや。今日本人同士で血を流せばこの国を異国の侵略から守る者もいなくなる。じゃあ、あとは僕に任せて。お前は引っ込んでろ。龍馬、沖田総司と共に江戸城を襲撃し、龍馬9人殺害し、大政奉還を進めることで倒幕戦争を阻止。次はオナニー大会と。同時にそれはもう一人の坂本龍馬への宣戦布告でもある。何やら面白いことになってますね。その報復がどのような事態を引き起こすのか、
チャチンコ切るか。おい、リョーマはまだ知らない。プー、ここはおなじみ岡山の県北にある兵庫県。嘘つかんでいいよ。おや、どうしたんだろう。この辺に、はい、ラーメン屋台来てらしいですよ。来てな。行きましょう。じゃあ今日夜行きましょうね。やだよ。あそこ行きますよ。まあ、なんでそんなの。はい。派手にやるじゃねえか。もっと燃えるがいいや。これから毎日タクヤとかいう分断マッチョ外周フォーバちゃんを焼こうぜ。うわっちゃうこれ。うわ大変なことになったぞ。やべえやべえ。いうこっちゃ。そんな近藤さん、そのビルの笛を間に合わなかったってのか。フラメとうとうやりよった。やったぜ。むちゃくちゃにも程があるわ。町に火つけて回るなんて狂気の沙汰や。気違い。新選組だ。あいつら一体何のつもりやねん。こうなんだろ。ボール、今の話本当なのか。何ですかお侍は。これがミブロ新選組の仕業だってのか。どうなんだ。ああ、せや、あの浅木色の連中が方々で火つけて回っとる。うちもこいつもみんな見とるんや。これはきっとジラル政治の仕業に違いない。あ、やべ、まずいな。くそ、ちょっとはじめちゃんどこ行くんや。サイゼリアに。さあ行こうね。どこ行くね。確か新選組が火つけたと言うとったな。わしらが江戸行っとる間一体何があったの。すごい大火事になってますが、クオコはひこたま酒を飲み瞬間開始をして心を落ち着けます。そして酒臭い格差状態のまま寺田屋に突入。誰もいませんが、嫁と言わんばかりに輝く手紙を発見です。光がなくなればあのチャージマン剣とやらも赤ん坊同然さ。おめえどこ行ったんだよ。おめえ逃げやがってよ。どこへ聞いたんだろうな。岡山の県北にある川の土手の下で。お待たせ。うわっちょっとでした。なんや女か、おったんか。いや、だが置き手紙があった。もう避難しているらしい。ほなら、まあ一安心ちゅうとこだ。よかった。したら、やることは一つやな。チンポバトル。ああ、近藤を探そう。レイナはどこだ。どこだ、答えろ。一度、ネットで調べてみよう。ほな、行くで。どないしたん。ほら、早よ行くで。え、どういうこと。何の話だ。局長はまだ朝日屋におるかもしれん。はじめちゃん、急ぐで。局長、こんな時でも祇園にいるの。鴨川の土手の下も見ておいた方が良いかな。しかし、えらいことになっとるの。うわっちゃうこれ。ちょっと熱いんじゃないもんだろこれ。熱いですね。どこやめてください。物が熱い。でも熱いのならば、それだけなんかあるかもしれないだろ。新選組がやってやと。大使の一人でもったら何か聞けるんやけど。キングクリムゾン。ったく、新選組がやったってなあ。ほな、あよ、イサミちゃん見つけんとな。あ、そうだな。3人はどういう集まりなんだっけ。お客様が複数、無料。どこ行く気や。すいません、ちょっとトイレか。今日の見回り組の佐々木さんで、こんな時何の用や。何の用かやと。決まっとるやろ。お前ら新選組が火つけて回っとることは分かっとるんじゃ。黙ってうんとかすんとか言えよ。うん、何が目的か知らんけど、
この落とし前はきっちりつけてもらうぞ。あめんどくせえ。さっさと殺そうぜ。ひらめきまえよ。聞く耳なしやな。ま、わしもちょこっと暴れたい気分だ。くそ、やったれ。本気で行くで。というわけで、佐々木キール京都に回り組とのバトル始まるよ。ところで、龍馬ちゃんが炎の剣持ってるけど、これ新選組が放火した証拠にならないよね。もしそうなっても、投稿者のせいじゃねえからな。変態クソ投稿者。ああ、逃げんじゃねえよ。もっと当たらないだろ。もっと当たらないだろ。おちんちんがムズムズするんじゃないか。この気がなくても踊りでしょ。視聴者の皆様、何見て興奮してんだよ。何やってんだ。あー、痛い痛い痛い。ガトツゼロスタイル。従順になるまでやるからな。真ん中から行ったやんで、真ん中から死んだんじゃないの。チカコロチカコロギダバダギダバダチャカはどこ。お前も持っといてくれ。視聴者の皆様、俺誰だか分かってる。今日でお前バイバイだ。覚悟決めろ。おお、痛そうや。次は何をするんですか。おお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 おあ、ごめん、間違えちゃった。でも、ここはいいんでしょ。打ってこい、打ってこい。こっち、こっち。こっち見てる。お前が見てんの。よい。あかん、これじゃ患者死ぬ。ほら、ほら、ほら、ほら。ほら、ほら、ほら、ほら。あげんよ。生きてる証拠だよ。くそ、しぶてえ奴らだ。最後の一発くれてやるよ。ほら、炎症本裂。Fatal KO Win。 人気ナンバーワン AV 男優の、はじめ。自称29歳。29歳だって。わらわら35歳過ぎてるでしょ。お本人宣伝オツ。ああ、まだ来るんかい。こんな暇あったら火消せんかい。逃がすか。決めつけ。くそ、キリがねえな。しゃあない、他はわしが引き受けたるから。はじめちゃんは勇を探すんや。ええな。わかった、頼んだぞ。任しとき。じゃあ俺ギャラもらって帰るから。さあ、わしが相手したるから、かかってこいや。といったところさんで、今回は終了です。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。終わり！閉店！以上！